はい、今回のスタート地点はですね、こう東谷山の住宅街って言えばいいんですかね。こっからです。こっからですけど、友達から言われてですね、途中に、これなんちゅうのっけ、波の平なんとかっていうですね、ちょっと待ってくださいよ。なんかこの鹿児島のね、観光ガイドじゃないけど、なんか歴史のあれにね、載ってたところが、を何回か通ってんです、私は。で、それにほとんど触れてなかったから、それに触れなさいっていうね、あれが来てですね、ここですよ、ここ。ちょっと待って。ここ、ほら、ここ。ここ。ここの、今、あれが木があるでしょう。ここにね、こっからじゃわからないですもんね、このね、あれはね、波の平なんとか、ってあってですね、すいません、あれには、説明書のあそこにはきちっとあれしますけども。あれですがよ、運転しながらではですね、パッてなかなか 運転をせんでも、なんか私はよく見ないんですよね。パッて瞬間的にパッと見てですね、もうそれで大体もう昔から、判断してるあれだったんですけど、たまーに間違うわけです。ほとんどは間違わないですよ。というのはですね、大体そういう自分がなんか調べ物をするときは自分に興味があるものですから、パッと見て「ん？」って思ったときはこう見返すわけです。見返すわけですよね。そうするとですね、自分の勘違い、見間違いっていう 昔高校生の頃、ビートルズの記事を探そうと思って、ずっとこういろんなのを、昔は何け、明星とかですね、平凡とか、そういうのに時々、ビートルズがちょっと出てきてたりするんだけど、写真がある時はいいんですけどもね、昔は今までみたいに、今のように、そういう、芸能雑誌みたいな、それにも、例えばそのビートルズがこう出てくる時には、そんな大きな写真出てこなかったんですよ。なもんだから、その写真はまあ諦めて、記事だけをこう探してるんですけども。で、なんかの時ですね、新聞とか、それからそういう雑誌類に、ビールスですよ。ウイルス。ビールスとかですね。それから今言ったビールとかですよ。あれなんかをスーッと見ると、それがね、ビートルズっていう文字に見えたりして、うん？ってこう二度見をしたりしてましたけどね。まあそういうあれなんだけど、こう地名とか、それから何ですかね、いわゆるこの自分が今まで興味を持ってなかった、被写体に対してはですね、よーく間違います。一番、最近のあれは、奄美とか、それから、沖縄に行く、あそこは何ターミナル駅言うのっけ、要するにそれがある離島行きの、船が出るところにはあるところで、そこには「波の上」って書いてあるのに、私は「坂の上」って呼んだんですもんね。それは訂正したんじゃないっけ、あれに。文字を入れて、テロップを入れて。ここはあれでしょう、話は変わるけども。信号待ち結構するでしょう、この電車がこう左右から来るときですね。いや、途中でその話に変えようかなと思ったんですけどもね、まあついでだからと思って。
あれに、その自分の間違いの話しましたけど、今日はですね、あれですがよ、ミニ同窓会同窓会でもないな、小学校のですね、6年2組、もうクラス名まで言いますけどもね、どうせあのね、学校名を言わんかればわからんし、いや秘密にしてるわけじゃないんですけども、あれですよ、なんかそう、そういうところはわーってした方が面白いんじゃないっけと思ってですね、どこどこ小学校、どこどこ中学校、どこどこ高校ですよって言うと、なんかその私もそうですっていうコメントはいただくかもしれないけど、もっとこう広い意味でですね、ただもう鹿児島出身ですっていうで、あれですよ、小学校はですね、私3校、経験してますからね、3年生までと、それから3年の2学期までいたのかな、ある小学校は。で、2回目が1年間ぐらいですね。ほんで、あとが、6年の時に、いや4年の2学期ぐらいに引っ越してきたのかな。それから卒業するまでだけど、やっぱあれですね、最終学年同窓会をする時はやっぱり最終学年ですね。ですからね、あれもう前ちょこちょこしてたんですよ。ちょこっとしただけでもその倍ぐらいは集まりおったですからね。あれですよ、東京から誰か帰ってきた、まあ要するに県外からですね、横浜からとかですよ、そういう、のがあると、鹿児島市内にいる私なんかみたいな、私なんかでも呼ばれるわけですよ。人が足らんからでしょうけどもね。ほんで今日はだから、そのもうそろそろいいんじゃない、要するにあれですよ、新型コロナでですね、なかなかこう、会えないっていうか、会ってもいいんだけど、まあ中には今でも、両親の、もしくはその、そう、なんっけ、義理の両親の介護をやっぱりされてる人もいますからね。でそうしたら、そういう、外に出て、で帰ってきて、その後にそのお父さんお母さんなんかがこう、またはその孫とも住んでる人もいますから、そういうふうに自分を介して、感染するとっていうことで、やっぱり慎重になるんですよね。でだからまあ今日はその4人がですね、そのうちの4人、で集まって、まあたまにはほら電話で、連絡してるらしいんですよ。私はしないけどですね。でそれで誰々さんがどうどうだった、誰々くんがどうどうだったっていう話になるんじゃないですかね。だけどですね、ありがたいですよ、小学校の5、6年って言えばですね、まだ順調さが残ってましたからね。ですから今日は6年生6年2組だからあれですけれども、僕君ですよ、僕がさ、君がさ、あだったけっていわゆる辛いも標準語になりますけどもね、これがね中学3年の時の同窓会になるとですね、わいがよって女の人に対してですよ、わいやこわっていう、向こうは向こうで、あんたはこわっていう、今でもそのあれですよ、不思議ですよね、その頃の自分に帰りますよね。だからもうすぐほら後期高齢者ですよ、もう。ほんでそれなのに男の子女の子ですからね、笑いますよ本当に。でもですね、前も言ったんですけどね、今もし、小学生中学生が
聞いてて気持ち悪いとか言うかもしれないけど、もうあなたなんかもそうなりますからね。もうこう言っときますけども、ほんでもう今の私なんかの世代もそうかもしれないけど、本当にもうじいさんとかですね、ばあさんとかね、そういうね、あれはないかも。自分のことをばあばとかじいじとか言う人がいても、多分頭の中はね、17、8歳で止まってんじゃないですかね。もしくはその17、8歳の頃の自分を封印してるかもしれません。でもね、おかげさまでですね、ずっとこのおまかせテレビ、聞いてらっしゃる、見てらっしゃる方はわかると思うんですけども、バンバン変わっていきますよ。ほんで、自分の中の17歳っていう、その若作りじゃないんですよ。自分の中にいた17歳っていうのにですね、巡り合うわけですよ。だから17歳が言うわけ。おいち、おや17の頃、何もでけんかった。で、17歳の頃は、本当はこういうことをしたかったんだ。だから、今、できることがあったら、あの頃の俺に帰って、なんかしてくれって言いますからね。17歳が、ようよ、わかったって言うんだけども。なんて言うんですかね、こういうね、なんか年齢、実際の年齢と頭の中の、あれが、一致しないっていう、なんか新しい、ちょっと待ってくださいね、なんとか症候群ってありますよ、ピーターパン症候群とかありましたよね、大人になりたくないっていう、あれに似たような感じでですよ、大人じゃないな。どげに言えばいいんですかね。後期高齢者はこうあるべきだっていうみたいな、ほら見本がないんですよね。本当に私がこう見本にしてるのは、この前も言ったけど、ポール・マッカートニーは俺なんかよりずっと、いやずっとじゃないかい。2か3つか4つぐらい上だよね。ポール・マッカートニーをおじいさんと呼ぶやついないよなと思うし、私なんかより年下、ずっと年下だけども、もう長渕剛さんにしたって65ぐらいでしょう。だけどあれですよね、還暦がどうのこうので、還暦すぎればじいさんとかっていう、イメージがあるかもしれないけど、長渕剛さんもじいさんという人いないですもんね。本人はなんかこう言うかもしれないんですよ、俺はもうなんとかですって。その長渕さんじゃなくてですよ、一般の人たちも、おいはさ、もう還暦を過ぎたじいさんやってねっていう人がいても、心の中じゃなんか還暦ち言われてもねっていう思いがあるんじゃないですかね。自分がそうだったですもん。60になった時ですね、やっぱ思いましたよ。40になった時が一番あれだったですね。もう俺も年を取ったなって思ったけど、頭の中じゃですよ、頭の中の自分でも、もう一人の自分が全然変わらんないよって、17、8と全然変わらんないよっていう自分がいるわけです。ほんで、それがやっぱり60になっても、70になっても、もう、高齢、なんか、後期高齢者って言われを聞いてもですね、ずーっと17歳の、いわゆる、ほがね、鹿児島でいうほがね頃の、あれだなと思いますもんね。悩んじゃいませんよ。悩んじゃいないんだけど、今日だからみんなに聞こうと、みんなって3人ですけどもね、女1人で男が1人、私入れて3人だけど、どげんやってお前たちはっていうのを聞いていますよ。ですからね、そういう6年の頃の自分を知ってる、人と会えるし、もって、6年の頃のを知ってる相手とも会えるわけですからね。
ほんで、本音でパンパン語れますから、ちょっと今までそういうこと聞いてなかったけど、ちょっと聞いてみますからね。ほんで、あれで、結果を報告します。ちょっとね、時間がね、ちょっと早いから、待ち合わせ時間に早いから、ちょっとこっち行きますね。待ち合わせはね、11時ね、あれです。11時半。ほんで、今ですね、11時17分。ああ、今日はですね、6月の3日です。笑うな、しかしな。ここを左に入って、まあそげんも大回りをするとですね、あれかもしれないから、遅れるとね、あれですからね、私は早く行く分はどうもないんですよ。で、待たされる分はどうもないけど、待つ分はどうもないけど、相手を待たすのが嫌いですね。待ちますよ、私は。約束をしてたら、その日に、例えば12時なら12時に約束してても、相手が来なかったらですね、最高2時間、危うく3時間っていうぐらい、それぐらいですね、待ったことありますからね。あれですよ、電話がない頃ですね。今はもう携帯がありますから、そんなにこう、もう遅れそうだったら、おいち、遅るんこじゃいがよーって、こう、あれしますけれどもね、電話がない頃ですよ。1週間ぐらい前に、約束をして、女は何月の何日の何時に、あそこでねーっていう人って。おいで、する、して、ですよね。執念深かったというよりも、やっぱり、それぐらい約束っていうのは大、あ、ここはあれじゃないけ、前の、なんけ、徳洲会病院。ほら、なんかこう、もう、取り壊すあれになってるんじゃないですかね。なんか足場が組んでありましたがよ。ここを右に行って、あ、いけますね、今ね。あ、そうか、まっすぐ行こう。もう出ないと、あれだ、電車通りに出たら、福々はまだ引っ返してこんないかんじゃないけ。ちょっと早めだけど、じゃあ行こうかも。ここから右ですね。まああれですね。まあ見えない人が今あったとしたら、そこの徳洲会病院の跡地。跡地ってまだあれなんですけども、あそこをちょこちょこ通るようにしますね。やっぱりね、結構この辺りの人っていうか、利用された方がいらっしゃるでしょうからね。そしたらもう、あれですよ。私が今までお世話になってた、結構入院もしましたからね。今は元気そうなあれで いるけれども、何回か3回4回入院しましたからね。やっぱそういうところの病院の横を通るときは、いつもじゃないけど、なんかふとしたときに、あ、そういえば俺ここに入院してたんだったっていうとき。ほんで、入院してた時に、窓の外からこう見ながら、窓の外を見ながら、ああ、あんなこと思ってたよなとかっていうのを思い出しますからね。ですね、この辺りで寝たないけ。あ、ちょうどその信号の右の方もあれですよ。このあれは福々があってんじゃないっけ？なんとか、寿福庵？なんだったっけ？ ちょっとわからん。何回か来たことあったけどですね。
ジュワンだ。単なるジュワンだ。コトブキヤンって書いてジュワン。趣のあるあるですよ。ちょっと待ってくださいね。あ、たまにはあれしましょうかね、このあれを、あの財宝っていう看板があると思うんです。その右斜め下、伝定名にもなってます、新田八幡ですね。ここあたりもあれじゃないっけ、六月堂になると、六月堂になると、あの六月堂が行われるんじゃないですかね。もしあれだったら、いろんなところの六月堂を取るようにしますからね。あれ、ちょっと待ってください。あ、もうちょっと向こうですよね。いや、通り過ぎたかなと思ってしまいました。ジュワン、いやいや、あのあれ、フクフク、あれ通り過ぎたっけ。あら、おいおいおい、あれ、あっちだったんですかね、もうちょっと。あら、もうちょっと向こうだったんですけ、あれは。ここを間違えちゃいかんぞ。ここ左行きます。あ、ごめんなさいね。ここを間違えちゃいけんぞ。あれ向こうやったっけ、もうちょっと、もう一つ向こうだったんですかね。あ、ここは通り抜けできません。ジュアンの向こうやったか、ジュアンの、あ、通りの一つ向こうだったですね。ちょっとあそこの、ここじゃ行きましょうかね。あれだわ、ここじゃなかったっけ。ここか、あれ違うぞ。ほんじゃここだ。ほんだこっち見。おいおい、あれどこけ。いやいや、ほんのこ、ほんのこで、あれ笑い事じゃないですよ。どこやったっけ、もうちょっと向こうやったっけ。ふくふくを間違えるとね、ここがジュワンでしょう。あ、こっちやれ、出たところが間違いだったですね。こっちだ、こっち、こっち、こっち、あれですね、よそでちょっと大回りしていきますからね。大回りして、国分とかですよ、あの辺りで。おいおい、そっちじゃないぞって言われるのは、まあ当たり前なんだけども、ここで鹿児島市内でいつも通る鹿児島市内で、ああ、そうか、わかりました。見えない糸がですね、ちょうど時間通りに行けち、今ですね、11時26分ですからね。ああ、笑いました。だから11時半につけて、お前がね、あんま早つっとね、向こうの氏がね、気をつこでね、あれせえっていうことですがよ。笑うな、しかし。あれですよ、その、さっきジュアンって言ったでしょ。あそこでですね、あれでしたがよ。いらん話をしよったら、その、
頭の中の地図帳が1ページパラッと先に進んでしまってですね。あ、ちなみにね、この正面に見えるのは豊島、あ、見えてますね、画面でね、豊島病院。なんかこれを目印にしてですね、八幡小学校に、ちょうど前がですね、八幡小学、ここの信号ずっと向こうに行ったところがですね、八幡小学校になるんですけど、ここもリクエストが来てたりしてたんですけども、はい。からですね、笑いますよここですよ、ふくふくは、ふくふく、はい、ここです。お、ちょうどいいところが空いてましたね。はい、ということですね、今回のドライブはここでお開きになります。ありがとうございました。